当たり前のラブソング、たくさんのありがとう、抱きしめる I love you so from my soul、 君がここにいる。皆さんこんにちは。こんにちは。すごいですね。ありがとうございます。こちらもいます。すごいお客さんの数。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいですね。これはちょっと軽い、もうライブ規模の会場で、さあすごいすごいすごい、これはいい景色ですね。皆さん元気ですか？盛り上がってますか？いや素晴らしいです。改めまして総合司会の佐藤大輝です。よろしくお願いします。はい、改めまして総合司会の木村圭人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあというわけで、昨日から始まりました CL26、 なんと23時間経過し残り3時間となりました。さあちょっとね、もうここまで来たらピークを通り越して、もうバキバキでございます。私確かにめちゃくちゃ気合入っております。残すは大型目玉企画ということなんですけども、ちょっとねここまでの放送振り返っていきたいと思うんですけども、すごいね、さっきまでケイちゃんはライブしてたもんね。そうですね、 EXILE Be Happy でライブさせていただいたんですけど、はい、あの Be Happy という曲が CL26 のテーマソングにもなってまして、うん、その楽曲とあとモーニングサンという楽曲を初披露させていただいたんですけど、はい、本当に皆さん盛り上がってくださってて、すごい一体となってその空間をハッピーにできたので、うん、すごい幸せでした。ありがとうございます。ちなみに生配信見てたよって方いますか？おお、ありがとうございます。すごいですね。なんとですね、今日は会場に5000人のお客さんが入っております。ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆さんこれはもうライブですね、ある意味です。ということで、残すは大型目玉企画ということで、この後ですね、いよいよ LDH ドリームマッチが控えております。中目黒リュージーズ VS LDH エスペランサ、両チームちょっとね注目選手をねここで発表していきたいと思うんですけども、はい、じゃあ私はエスペランサですね、アキラさんキャプテンを務めるサッカーチームなんですけども、うん、こちらちょっと過去の映像を探っていたら、はい、ちょっと桜井裕樹くん劇団 EXILE のかなりフットサルが上手で、あの噂には聞いていたんですけど、今日生でプレーを見れるということで、すごい非常に楽しみにしております。いいですね。そしてね、特別のラモスさん、ラモスさん特別枠です。この方がどう活躍してくれるのか楽しみです、はい、ちなみにケイちゃんはいますか？はい、そうですね、僕は八木正康さん。うん、なまってるね。八木正康さんがすごいなまってるね。気になってるんですけど、なるほど、あの資料によると甲子園経験者ということで、なるほど、そこ の, そのポテンシャルをここで発揮していただけるんじゃないかなということで、お分かりました、はい、それでは皆さんこの後控えているドリームマッチ楽しみにしていてください、はい、盛り上がり準備できてますか？イエーイ。それでは行きましょう、いよいよ LDH ドリームマッチスタートでーす。真夏の日本、灼熱の日本列島、ここは5000人のファンで膨れ上がったこの夏一番熱い場所、 LDH ドリームマッチの舞台、千葉ポートアリーナです。 CL26 時間で LDH 最強スポーツ部の座をかけた絶対に負けられない戦いが幕を開けようとしています。さあではマイクロフォンサイドをご紹介しましょう。実況アナウンサーの矢野武史です。そして解説にはスペシャルゲストとしてこの方をお迎えしております。元バレーボール全日本日本代表の栗原めぐみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ栗原さん、いよいよですね。はい、もうすごい熱気ですね。ですね、はい、楽しみです。さあ早速始めましょう、 LDH ドリームマッチ。さあ皆さん準備はいいでしょうか？いよいよ選手の入場です。チアパフォーマンスは EXPG スタジオの皆さんです。一気にポートアリーナのボルテージが上がりました。2023年春、日本が熱狂した WBC 世界一となった侍ジャパン、そして2023年夏、日本列島をさらに熱くさせるのは LDH ベースボールチーム中目黒リュージーズ。先頭は監督今市隆二、続いてエグザイル牧大、
正康、数原優斗、関口メンディ、与那嶺瑠衣、川村和馬、ディープ形成、鈴木、深堀美空、最後に登場でした関口メンディ。今宵勝利の女神は夏の LDH 球児たちに微笑むのか。さあ続いては対戦相手の入場です。今年の夏 FIFA 女子ワールドカップで快進撃を見せたなでしこジャパンに続け、なんとワールドカップさながら EXPG キッズと手をつないでの入場です。希望という名のサッカーチーム LDH エスペランサ、先頭は監督兼オーナーラモス・ルーイ、続いてキャプテンです EXILE アキラ、さらに瀬口レイヤ、中島颯太、砂田正宏、白浜アラ、片寄せ亮太、リク、あれ神谷健太、ここにも続いて鈴木隆秀、八木優星、中西亮が、桜井裕樹、宇原裕貴、涼子、LDH の誇る2大体育会系運動部が意地とプライドをかけ激突、 LDH 最強スポーツクラブ決定戦いざ開幕。おっとなんだ、写真撮影か、まさにワールドカップの日本代表終わりです。ちょっと待ってください、始めますよ。もうなんでなんで、何やってんの。俺らやってないですよ、俺らやってない、俺らやってないよ。はい、ピッチに出るな、早いピッチに出るな、まだピッチに出るな、アップするな、るやついるし、おいアップするな、あれおかしいな、おかしいな、並びなさい、早く集合集合。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、写真撮影、なんかこっちやってないんですよね。あといいですか、あの、はい、一人変なやついるんですよね。誰誰、え、あ、こいつです。あ、下半身が、はい、あなたはどっちなんですか。それなんですよ、よく見たらこれパンツ履いてないじゃないですか、これ。いや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 、一応、あ、今井さん、何が何が。だから最初はリュージーズだったんだよね。そうっすね、で出てたでしょ、そこ、はい、リュージーズで、あとほらシレットエスペランサー入って、そうっすね、一回じゃあ着替えに行ったってこと。いや違うじゃないですか、今井さん。いやでも俺らは人数足りてるんで、どうぞどうぞ。いやいやいや、はい、いや、あのシンプルいらないですね。いや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 、一番続く。ただあれなんか、あの裏ではすごい僕を巡ってすごい喧嘩になっちゃってるっていう、僕が欲しいがために喧嘩になってるっていう。どうしたあれ。いやいやいや、もうラモスさんに失礼だから聞いてんのよこれも。前でウロジョ、まあこれせっかくなんで、じゃあじゃんけんで、じゃんけんで決めましょうか。じゃあ、じゃんけん、俺がね、じゃんけんしかないのよ決め方がね。負けた方が、いや負けた方なんですよ、負けた方が僕いく。そこは男気じゃんけんじゃなくて負けた方が、負けた方がにしましょう。負けた方は、負けた方に神剣が行く。まあまあいい、まあいいでしょ、前でしょ、勝った方が普通じゃないかな。はい、最初はグーじゃんけんぽい。よしよし、今、あれ今やった。おい、違う違う、そこも違う。おい、写真撮ろう、写真撮ろう、はい、写真、はい、写真お願いします、写真撮ろう、このタイミングで、なんか、ごちゃごちゃしてんな、皆さん。すごいごちゃごちゃしてるし。神剣、ようこそ。ありがとうございます。ようこそ。さあ、これで神谷健太選手は LDH エスペランサ側ということで、両チーム選手が出揃いました。
実はですね、もう2人今全国の EXPG を回っているジェネレーションズの中塚裕太さん、そしてバリスティックボーイズの奥田力也さん、両名は今この会場に向かってくれています、はい、待ちましょう到着を。さあそれではいよいよ始まります。この戦いは野球とサッカーに関する対決を全4ラウンド4つの競技を行って、トータルのポイントが高いチームが勝利となります、はい、なお最後には本大会この戦いで最も活躍した MVP を総合司会、解説、そして今ご覧の視聴者の皆様の投票によって決めたいと思います。選手の皆様、 MVP に輝いた選手には超豪華賞品がありますから、気合い入れて頑張ってください。頑張ります。さあそれでは各チーム意気込みを聞いていきましょう。では各チームの総合司会のお二人、バトンタッチしたいと思います。佐藤さんお願いします。はい、こちら LDH エスペランサ担当総合司会の佐藤大輝です。よろしくお願いします。さあまずはね、早速意気込み聞いていきたいんですけども、キャプテン明さん、はい、サッカー VS 野球というね、はい、日本を代表する球技同士のプライドをかけた戦いですけども、いかがですか、はい、いやまずこのオーディエンス、入ってびっくりしましたね、はい、今日なんと5000人入っております。ありがとうございます。パンパンです。いやもう気合い入れてきます、はいはい、なんかユニフォームが新しくないですか。そうですね、これマサヒロ含むね、皆さんがデザインしてくれて、あらこのエンブレムは我らがラモスさんが、はい、いろいろとアイデアをくださいました、はい、ありがとうございます、はい、そうちゃん、このユニフォームのポイントは。そうなんです、この緑色とエスペランサの色で、元々ラモスさんとか昔緑着てたりとか、はい、アゲルさんもそうですけども、はいはいはい、緑色入れたくてこの緑色でなるほど、わかりました。こちらからは以上です。やってもうた。はい、じゃあ続いて、はい、中目黒リュージーズ担当の総合司会、木村圭人です。はい、ありがとうございます。はい、早速ですが、監督である今市さん、はい、意気込みお願いします。リュージーズ結成して4年経つんですけども、はい、今日初めてフルメンバーが集まります。おめでとうございます。ということは初めてです、はい、初めて、はい、ということは力を存分に発揮していただきたいんですけど、牧大さんからも一言お伺いしたいなと思うんですけど、いや本当にこんなに最高の CL26 で、リュージーズ集まれて、そして対決ですから、言うてもこうピースのある盛り上がる対決にできるかと思うので、皆さんついてきてください。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあそれでは、両チーム代表者1名ずつ登場していただき、選手宣誓に移りたいと思います。佐藤さんお願いします。はい、それでは LDH エスペランサキャプテン明さん、選手宣誓誰いきましょうか。はい、もうこちらは今ね、司会で頑張ってくれてる、はい、正弘にお願いします。よっしゃ、正行け。そっちは誰がいきますか。さあ今市さん、こっちはですね、もう一番声がでかい GS さんできます。おそうなん、お願いします。 GS さんGS さんです。サイン出してる。サイン、サインそれ言ってる。何のサインですかこれ。何言えばいいですかね。先生だけ合わせます。いきましょう。はい、行きます。せーの。先生、我々選手一同は大丈夫ですか。この機会に感謝し、楽しく怪我なく、そして、勝ちにこだわって、エスペランサには絶対負けねえという気持ちで、リュージーズには絶対に負けない気持ちで戦うことを誓います。以上、LDH エスペランサ砂田正弘と中目黒リュージーズ、ドーベルマンフィティ GS でした。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。さあ夏の LDH ドリームマッチ、勝つのはどっちだ。いよいよ最初の戦いの始まりです。